レッジ。はい、皆さんこんにちは、ズータイムカレッジへようこそ。さあ、今回のズータイムカレッジは、動物の仕事に関するお話をしたいと思っておりますけども、今までこのズータイムカレッジでは、私の経験から動物園の飼育係になるためには、だったり、それから、動物の専門的な知識などもお伝えしてきました。最近では、鳥類科学学会の三上先生と一緒に、鳥について専門的な知識もお伝えしてきておりますけども、今回は原点に帰って、動物の仕事についてお伝えしたいと思っております。それでは行ってみましょう。はい、それでは今回ね、お伝えしようと思っています、動物に関する仕事についてなんですけども、私も、その資格を持っていまして、都道府県の方に県の方に申請している、資格です。これは何かと言いますと、動物取扱業という、資格のようなものになるんですが、これを持っていないとあらゆる動物に関する仕事が、できません。ということで、今回はですね、この取扱業の中でも、企業、事業をしたい方、それから直接じゃない、事業を直接起業した方じゃなくても、この取扱責任者をですね、1名以上置いておかないとその事業ができないというような、資格申請するものになりますので、この今回は第一種動物取扱業について、ご紹介したいと思っております。そして今ね、第一種動物取扱業と言ったんですけども、第二種動物取扱業っていうのもありまして、こちらは非営利の活動ですね。例えばなんですけども、動物愛護団体のような、動物を保護して、それを一旦預かったりとか、使用施設を設けて、その動物を保管したり、それから訓練したり展示したり、譲渡したりというようなことをされている方も、この第2種動物取扱業というものを各都道府県に申請しなければいけないという、義務があります。ですが今回はね、動物に関する仕事を夢を持ってね、起業したいとか事業を起こしたいという方向けにお話したいなと思っておりますので、今回は第一種動物取扱業について、まずはどのような仕事が、できるのかあるのかということをお話ししたいと思います。はい、それでは、第一種動物取扱業によってできる、7業種、の動物に関する仕事をご紹介したいと思います。それでは、7業種簡単に説明しますと、販売、それから保管、貸し出し、訓練、それから展示、それから競り斡旋業、譲り受け使用業という7業種があるんですけども、この7業種を1つずつ、簡単にご紹介していきたいと思います。それでは順番に1つずつ、簡単にですけども説明したいと思います。まずは販売なんですけども、販売は皆さんね、もう想像がつくと思いますけども、動物の、販売ですね、小売業ですね、ペットショップの、動物を売るという事業だったり、それから自ら繁殖させてブリードをしている、ブリーダーさんですね、なんかはこちらの販売をの、資格を持ってないと動物を販売することは今はできません。それから2番目の保管ですね、こちらは分かりやすく言うと、ペットホテルなどですね、あとはペットシッターさんなどで、動物を一時的に預かって、もちろん、有償で預かる、そのような事業をされている方。それから3番目、貸し出しっていうのがあるんですけども、こちらはですね、ペットレンタル業者っていうのがあったりですとか、あとはテレビとか映画に出るような動物のタレントですね、タレント犬などがね、CM なので有名ですけどね、ああいった方々も実はこの取扱業の貸し出しという、資格を持ってないと、事業としてはできません。それから訓練というのは動物の調教ですね、訓練を、有償で行う、訓練士さんなどもそれに当たります。それから展示ですね、
私は今、その動物園を、小さい動物園ですけども経営しているので、この動物をお客様の前に出して見せるというのは、私も保有している展示というものが必要になってきます。まあ、ただ私の授業はですね、授業が目的なんですけども、動物の生態をお伝えするという授業を特化させてやっております。動物を触るっていうようなね、触れ合い動物園とは差別化してやらせていただいております。では次、競り合わせ鮮魚というのは、まあ、動物オークションなどの運営事業者の方はこれを持ってないといけないということですね。それから、譲り受け使用魚っていうのは、まあ、老犬だったり、まあ、猫もそうなんですけども、お年寄りになったペットを、まあ、有償で預かるような事業ですね。分かりやすく言うとね、このように7業種に分かれています。ですから、あらゆる動物の事業を、お仕事を自分でじゃあやってみようっていう方はですね、まずこの動物取扱業っていうのが必要になりますので、これを知らずにやってしまいますと、違法になってしまいますので、十分お気をつけください。まずはこの動物取扱業という、ものを、各都道府県に申請しなければいけないっていうことを認知しておいてください。はい、それでは次はですね、取扱業者になるための、取得条件というのがあります。実は誰でもこの取扱業者にじゃあ申請すればなれるかというと、実はそうではないんですね。で、最近今回のこの法改正によってさらに、厳しくなりました。本当にこのね、法改正っていうのは毎年のように、厳しい方向に行きます。法律っていうのはなかなか緩くなることがないもので、年々厳しくなって、いろんな方が、苦しい思いをしている現状があるんですけども、前向きにクリアしていってね、夢のある仕事をしていただければいいなというふうに思っております。それでは、この資格取得の条件なんですけども、まず、獣医師免許を持っている方はもう、すぐに申請することが可能です。まあ、これはあくまでも申請することができるということで、申請した後に、立ち入り検査などがありますけども、申請ができるということをご紹介しますね。で、獣医師免許、それから愛玩動物看護師という免許を持っている方は、もうその免許を持っている方で申請することが可能です。ただ一般の方はこの2つは持っていることはほとんど、ありませんので、どのようにしてね、申請まで持っていくかというところなんですけども、まずは、常勤で半年以上の実務経験が必要ということがあります。そして今まではこれだけでですね、申請することができたんですけども、この実務条件というのは、取扱業者の下で半年以上働けばいいよという、簡単に言うとそういうことになるんですが、これはですね、例えばペットショップの方で半年間アルバイトでもいいので、常勤で働けばいいということになってたんですけども、これだけではもう今回はですね、ダメということになりました。で、これプラス、1年間以上教育する、まあ、学校を卒業するということが必要になった、プラスこの実務経験プラス、専門性を持った、団体が試験によって認定する資格などということで、資格が、指定された資格が、取得条件になりました。ですから、実務経験プラスこの学校卒業または資格を持っていないといけないというふうにね、この要件がさらに、取得するのに難しくなりました。で、今までじゃあこの実務経験だけで申請して、ちゃんと、この取扱い責任者として、活動していた方はですね、この経過措置期間として3年間、猶予期間を与えられました。この3年以内に、要件が満たされないものは要件をちゃんと満たすように資格を取ったりとか、実務経験を積んでくださいというふうになりました。これ非常に、厳しいことになったんですけども、これをクリアするしかありません。で、幸い私の場合はですね、もう10年以上動物園で、飼育係として働いてたという経験プラス、生物に関する大学を卒業していますので、私の場合はこの、学校卒業プラス実務経験ということで、引き続きこの取扱業の、責任者として、継続することは可能だということを確認しております。このようにですね、日々本当に変わっていく、これについていかなければいけないというね、これはもうどの業界もそうかもしれませんけども、動物の業界はかなり目まぐるしく、この要件それから法改正が
ありますので、それによって、行がもう一切できなくなるっていう業者さんもたくさん出てきていますので、ここら辺は要注意ですし、毎年勉強しなければいけません。はい、それでは実務経験プラス資格が必要ということで、この資格なんですけども、環境省が、まあ、認めている資格の一覧も私持っているんですけども、これがですね、果たして本当に役に立つのかなという資格がたくさんあって、そこだけは私今回の法改正で疑問に思っています。例えば事例を言いますと、まあ、愛犬飼育管理士という、まあ、犬の管理ですよね。この資格を取ると販売保管貸し出し訓練展示というのが、全て、認められることになるので、この犬の勉強をしただけで例えば動物園の展示ができたりとか、まあ、それから、爬虫類のショップの販売もできたりということで、直接知識がつながらないなと思いますけどね、こういったものがすごい多いです。その他にも、馬の訓練、まあ、馬術のね、指導者の資格を取得したりですとか、それをしてもですね、同じく販売保管貸し出し展示ができるので、まあ、動物園ができたりとか、まあ、販売やられるものの販売、それからペットホテルができたりとかっていうふうなことになるわけですね。その他にもトリマーの資格を取ったらですね、それもまた訓練展示貸し出し保管販売ができるんですよ。ですからなんかですね、これを持っていればいいみたいな、まあ、今回は壁を置いたっていう、ね、ハードルをちょっと上げたっていう感じなんですけども、じゃあこの資格を取ったからといって直接ですね、この取扱業者が行う仕事と関連しているかなというふうに思いますね。ですからもう少しですね、この業ごとの、に合った資格を取得して、その業を認めるっていうのが私は一番いいと思っているんですけども、やっぱりですね、この現場の苦労だったりとか、現場の方が一番分かっているんですけども、それが法律に反映されないなというのが、この動物の世界でも多々あります。これはね、現実世界でも同じことだと思いますけども、やっぱりね、現場を知っている方が、この法改正にもう少し関われるような、制度っていうのを設けたらいいのかなというふうに強く感じています。はい、では先ほどからね、法律が法改正が毎年起きているというようなことを今お話ししたんですけども、これは具体的には環境省のホームページだったり各都道府県のホームページを、読んでいただければ詳細が、お分かりいただけるんですけども、簡単にだけ説明しますと、例えば、近年ですと、犬猫のマイクロチップの装着がもう義務付けられた、まあ、販売する人は必ずつけなければいけないというようなことが起きてますし、まあ、大きく変化あったのが、動物の対面販売ですね。まあ、これは私も賛成なんですけども、インターネットでポイポイ動物が飼ってこのまま輸送されるというのは、かなりリスクが高くてトラブルが多く発生していたというのは、容易に想像がつきますし、これは対面販売でしっかりね、動物の飼い方などを書面でも渡して説明して、お譲りするというのは非常に賛成です。ただこれによってね、すごい地方で、インターネットを中心に販売してた業者さんなんかはもうこれで一気に業ができなくなったり、ね、する方もいらっしゃると思いますので、すごく真面目に取り組んでいる方にとっては、この法改正というのはすごく残酷な、ものになっているかなというふうに感じます。それからですね、細かい帳簿の作成ですね、をですね、こちらに各都道府県に毎年提出しなければいけなくなった、それから先ほど言った、取得条件すらも変わってしまったというのがありますよね。はい、それから、まあ、もう数年前になるんですけども、犬猫の夜間展示というのは禁止になりましたよね。まあ、基本的には動物の愛護を考えられての法改正になりますので、私も賛成なんですけどもね、まあでも目まぐるしくね、このように業ができなくなるぐらい法律が変わりますので、そこはチェックが必要かなというふうに思っております。それではいかがだったでしょうか。今回は、動物に関する事業を行う方のための、第1種動物取扱業についてご紹介いたしました。年々ねこのように要件が厳しくなっていくわけですけども、これが果たしてね本当に事業者が、いい事業を行うための法改善であってほしいなというふうに
強く思いますね。ただ単に、ハードルを上げてですね、事業者を困らせるような、法律が多いような気もしていますけども、動物を守るっていう点では、すごくいい法改正にもなっている部分が多いかなというふうに感じております。それからですね、私が今回この私も読んでいるんですけども、ご紹介するいい本がですね、この日本の動物政策、内越彩子さんが、の本なんですけども、これ非常に、うまくまとめられています。日本のあらゆる、動物の、まあ、法律だったり、それからいろんな動物の立場ですね、ペット、家畜、それから動物園の動物、野生動物の観点、いろんな動物の観点から、この今の現状、課題、解決方法など、いろいろ記載してありますので、これ私ね、すごい感動してます。こちら読めば日本の動物の事情というのが、なんとなくですけどもお分かりいただけますので、すごく面白い本ですね、おすすめします。ということでですね、今回は動物取扱いについてご紹介しました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。